こっからじゃあスタートしましょうか。まあ、ひょっとしたらこんな時間なんでね、はい、誰も来ないかもわかんないけど、とりあえずさっきね、さっきカトリーナのツイートにもね、宣伝はしてきたんですけどね。カトリーナって知ってます？カトリーナはわかんないでした。あ、そっか、千葉県、どなたですか？千葉県だもんね。そっかそっか。名古屋で活動してる女性タレントで、はい、あの CBC の番組とかで大の字さん、はい、大の字の大谷さんとかと共演してて、まあ、名古屋を中心に活動してるローカルアイドルみたいな感じかな。はい、ああ、そうなんですか。あれ、名古屋、名古屋なんですね。やっぱりドラゴンズは名古屋でしょ。これ名古屋ですね、ドラゴンズは。そうですね。東さんは名古屋には何年から何年まで住んでたんですか？僕はですね、1996年、つったら、昭和？平成？まあ、平成は何年でもいいです。僕、96年だったら分かりますよ。96年強かったもん。だからコールズが一番でとか、はい、そういうやつでしょ。ね。はい、恐竜打線。そうそう、はい、だから、ね、あの、名古屋球場最後の年で、超強力打線だった時ですよね。あ、そうです。あの、その通りですね。え、はい、その時に入団ですか？その前年か、入団は。その前年ですね。コールズ、要は コールズたちがいる強かったドラゴンズの時にプレーしてたんですね。はい。あ、そうですね。そのドラフトが豊作で、はい、もう1位から7位まで全部1軍で出たという。はい、で、1位が荒木さんというね。そうですね。あの、ダメなドラフトって最初は言われてたんですけどね。ドラフトで外れ1位か何かやったら、荒木はね、そうそうそう、外れ1位だもんね、確かね。そうそうです。はい。原だったっけ、なんか原俊介じゃなかったっけ、何のはずでしょ、原は落合英二だったっけ。あ、そうですね、原俊介じゃなかったっすかね、確かどうだったかな。なんかはずで1位で高校生でいきなり1位で取って、思い切ったことするな、みたいな感じで。はい、はい、そうです、そうです。はい。まあでもね、後に2000番打するわけですからね。そうですね、そうね、そういうすごいバッター、になるとは、まあ、あの、荒木がこういうこと僕が言うと、録音残ってますからね、録音残ってますからね。いや、でも、すごい、すごいですよね。そういうふうになれるっていうのは、本当。プロの世界って、あの、年齢が大事ですよね、はい、確か。違いましたっけ？年齢大事です、ね。ということは、東さんからしたら、荒木は高校生だから、もう荒木みたいな感じですよね。はい、そうです、そうです。あの、入団した時はですね、うん、荒木も最初すごいあの可愛らしくて、うん、なんかすごいあのテレ朝さんだったんですけど、だって学ラン来て、だってインタビュー答えてましたもんね、あのドラフト行った時、ね、はい、そうです、はい、うん、すごい可愛かったです。最初は外野もやったりとか、はい、両打ちに挑戦したりとか迷走してましたよね、俊足を生かすためにね、はい、そうですね、本当足は速かったからですね、うん、してなんか投げるのが、うん、あのちょっとイップスになった時がたんですよね、うん、それで結構大変だったみたいですけど、うん、はい、ね、で東さんの話をしていくと、98年があのあれですね、自己最高ということですよね。はい、98年が自己最高に投げれた年って、ね、だからよくね、岩瀬さんが入ってきてということでね、はい、それどうなんですか、ね、98年はもちろん自分としては手応えあったわけですよね、絶対に。あ、でもですね、投げ方自体は、あの、すんごい変な投げ方してたんですよね。それはもともとって言ってなかったですっけ？でもちっちゃい頃から癖玉ばっかりって言って。その、左腕が遅く出てくるっていうのは、もともとそうなんですけど、うん、あの、まあ、右腕の使い方っていうんですかね。うん、使い方がなんか変な使い方してて。その年は、はい、その年は。そしたらですね、ピロロ投げみたいな感じで、あの、チームメイトに言われてたんですけど、はい、ちょっと変な投げ方してましたね。でもその変な投げ方だけど、自己最高成績を残せたという、それはね、原因は何やと思います？いや、多分、その当時、星野監督に言われたのが、あの、俺のおかげだぞって言われました。あまあ、まあそれはそうですよね。監督が使ってくれなかったらね。そうですね。なんですかね。やっぱり、ま、なんだろうな。
まあ、僕の球もそんな速くないので。マックス100何キロなの ?140?144 ですね。まあでも山本昌さんもそんなもんですもんね。昌さんはどっちかと132とかでも三振取ってますからね。ズバーッと。球遅かったんですけど ね。なんかまさに本に書いてあったのが、星野監督がそろそろ本気で投げろって言ったら、はい、いや、僕本気で投げてますよ。はい、そうですね。あの、マサさんが投げて、あの、結構スピード気にして投げたら逆に打たれた時ありますか。なんか調子がいいからって、なんかスピード感の表示が140バンバン超えるけど打たれてるみたいな。はい、打たれてましたよ、確か。はい。やっぱあの人は遅い球の方が打たれなかったね。ね、ほんと実際132キロでズバーンとかって、ね、見逃しで、なんで132キロ高校生じゃんとかね。今だけ高校生でも140超えますからね。はい、超えますね、ほんと。この前、ニオ君がね、はい、2軍で153キロ投げたんですよ。で、ニオ君がね、ネオアキラ君が。ネオ君ですね、153キロ投げて、はい、今2軍のエースなんですけど、なんと今季の成績が0勝7敗というね、はい、あれだからプロ一勝もしないんじゃないかな、1軍2軍問わず。あ、そうなんですか。勝てないんですね、なかなか。防御率も打たない。防御率はちょうど 3.00 ぐらいだから別に悪くないんだけど。あ、悪くないですね。だってこの前なんか1軍のバッターが軒並み2軍で出てたけど全然打たないし、いまだにアキーノとか出てるし、ね、アキーノ。2軍でこんな9月にもなって2軍で出てて、お前来季契約してもらえへんやろ。なるほどですね。最近カリステが頑張ってるんですよ、カリステが。カリステですか、まあ、?3番打ったりとかしてて、はい、まあ一応ショート守れるから、中日ショート弱いじゃないですか。弱いですよね。はい、ちょうどね、ちょうど今ね、宇佐美ってのがめちゃめちゃ頑張ってるもんだから、宇佐美頑張って、宇佐美キャッチャーかファーストしか守れないから、あの結局、はい、木下も使いたいとなると、宇佐美ファーストで使うしかないんですね。本当、ビシエドが余ってくるから、はい、なるほど。ショート守れる外国人めっちゃ重宝するんですよね。ああ、そうですよね。ショート守れるといいですよね。まあ、ただ一応ショートは今年はね、あの、たくさんルーキー取ってね、そいつらにやらせる予定だったんですけど、やっぱりルーキーにはちょっと難しかったですね。はい、うーん、確かに。リュークが伸びてないから、ね、リュークが。リュークですか。強打を追い出して、はい、あの、まあ、去年一応2割5分ぐらい打ったんでね、まだ2年目ぐらいで。だから、まあ、辰巳さんとしてはもうちょっと強打は戦う顔してないということでね、はい、ベイスターズで追い出して、リュークに期待したと思うんですよ。はい、ただもう今年でも全然ですからね。はい、ああ、やっぱそうなんですね。全然ですよね。なるほど。そうですか。まあ、ついに、なんか10敗投手が4人になったって言っても、話題になってまして、立浪監督やめろの、ツイッター、まあ、X はオンパレードですよ。いやー、でもあれですよね、ピッチャー頑張ってますもんね。枠も11敗ぐらいしてるけど。ですよ、涌井ね、もったいないですよね。涌井もね、ここまでね、打線が援護してくれないとは想像以上じゃないですけど、もともと打てないとは思ってたと思いますけどね。はい、そうですよね、ピッチャーですもんね、涌井。いやー、なんとかなんないですかね、バッティング。まあ、涌井は言っても、でも防御率最終的にちょっと乱してるから、かわいそうな柳と、あの、ヒロトですよ。はい、両方とも防御率2点台ですから、で、2桁敗戦なんていうのはね、もう他のチームいたら、白星と黒星が逆転っていうね。うん、はい。2点台ですからね、両方ともね。あ、2点台はすごいですね。2点台で負け越すなんかなかなかありえないし。なかなかありえないですね。いや、例えばこれちょっと聞きたかったんですけど、本当にまあ、東さんはまあ先発してないからあれだと思うんですけど、やっぱり、そんだけ打線が打てないとね、ピッチャーとやっぱり野手って仲悪くならないですか、はい、まあ、あの時代は打線がめちゃめちゃ打ってたからいいのか。はい。そうですね。僕の当時は、別にピッチャーとバッターが仲悪かったりっていうのはなかったですね。恐竜打線でしたからね。特に96年なんかめちゃめちゃ、はい、すごかった。大砲の選手と山崎選手が30本以上ホームラン打った年でしょ。で、コールズも良かったし、はい、ね。で、5番がオトで、はい、ね。はい、すごい、もうだって6番山崎、7番大砲とかで、8番中村とかでしょ。1番コールズで、もうめっちゃ、どこ、もちろん立浪もって、ね。あの時まだ落合はいたのか。落合はいないね、落合いないね。落合巨人行きやがった。肉巨人行きやがったからね。行きましたね。はい、いなかったですね。あの時4番誰が打てたのか。
4番。ホールとか、メルホール。あ、ホールいなかったですね。4番誰だっけな。4番。大砲、山崎の6、7番で両方30本ホームラン打って、ね、コールズも30本近くホームラン打って、はい、5番がオットだったのを覚えてるんですよ。はい。で、中村が8番ですよ。4番。そうですね。4番。1番コールズ。4番なんか、4番思い出せないですね。誰だ ?4 番誰だろう ?4 番忘れるって、パウエルか。パウエルいましたね。パウエルかもしれないですよ、4番は。パウエルだから3年連続首位打者とか取ってたもん。はい。取ってましたね。多分97年に名古屋ドームになった、はい、名古屋ドームになったからトレード出されたのかな。ね、だから大砲とあのね、なんだ、大砲と矢野を出して、で、関川とくじ取ってきてね。はい、あれは98年か、そうですね。97年はまだ最下位で、もうとにかく名古屋ドームなんかもう全然ダメになったから、はい、ね、香り、あ、はい、柴川さん来ましたよ、柴川さん。この方はね、楽天イーグルスの大ファンで、長野で住んでるぶどう屋さんなんですけど、はい、ありがとうございます。趣味が高じてね、なんか東北の方の新聞で連載してる、はい、あ、そうなんですね。いやめちゃめちゃ野球、それこそ、あの、宇治原さんの、ね、この前のサンクちゃんのイベントに来た宇治原秀明さんの、もともとファンの人で、はいはい、で、僕と宇治原がいろいろ絡んでるから、はい、僕のことにも興味を持ってくれて、はい、もう超野球、もう データめちゃめちゃ持ってますね。特にもう楽天の試合の時はもう常にね、もうツイッターでね、はい、ドラゴンズにもね、そういう赤味噌さんとかっているんですよね。はい、赤味噌さん、はい。赤味噌さんっていうなんかドラゴンズファンでめちゃめちゃデータに詳しい人。はい、何人か、はい、その名物ファンみたいなのがいて、まあ、千葉さんも楽天の名物ファン。そういう方はでも本当あれですよね、なんか貴重ですよね、うん、もうまあファンはあってのプロ野球ですから、ね、はい、しかもこの前面白かったのが思いっきりマー君を批判してて、はい、マー君この前、はい、なんか5回ぐらいまで完封ペースでなんか突然崩れたでしょ、だからその結果を踏まえて、はい、だからマー君は3回から投げさせろみたいなことをね、はいなるほど。的を得てますね。的を得てますね。野球詳しいから、だから本当にもう、だから、はい、まだ著書はないと思いますけど、まあ本が書けるぐらい、はい、まあ、詳しいですよね。すごいっすね、それ。ちょっとなんか、いろいろお話ししてみたいですね、僕、そういう方と。中川さんはね、残念ながらね、はい、聞きせんなんですよ。はい、僕もね、まだ一回も、こんだけ柴川さんのこと語ってるけど、僕一回もまだ直接会話したことがなくて。ああ、なるほど。常に DM のやり取りとか、コメント欄でのやり取り。で、あとはね、はい、彼、スタンド FM でね、まあ、最近はどうかしらけど、配信とかはしてるんですよ。音声、録画したやつをなんか食べるのは。声は、別に聞くことは可能なんですけど、はい、こういうね、なんか、対話の場には上がってきたことが一回もないっていうね。はい、ああ、そうなんですね。いやー。なんかでもそれちょっとお声ね、本当そのなんか聞いてみたいです今度。声はスタンド FM ってアプリで彼が配信をしてるから、まあ、それをまあ、はい、だからスタンド FM ってあの沢村選手とか、あともちろんダルビッシュ、はい、であとね、ジャイアンツに行った左投げのピッチャー、はい、誰だっけな、移籍したやつ、パリーグからジャイアンツに行った左投げのピッチャー、すごい変則投法のピッチャー、うん、この辺がよく配信してますね。うん、そうなんですね、スタンド FM。これ、東さんもやられてもいいと思いますよ。はい、突然、ダルビッシュがコメントしてきたりしてね。なんかな、そうなんですか。東さんの現役とダルビッシュかぶってるのかな。現役はかぶってないですね、確か。ね、はい、僕、ダルビッシュはテレビで見てた記憶しかないんで。ただ、ね、平田さんにも一応、東さんの話したら、東さんって野手ですか、はい、と違うよ、みたいな。この前ね、ラジオで僕共演した時もね、はい、その94年の 10.8 の話とかしたんですけど、やっぱり彼は、はい、でも大阪遠いんだけど、彼は家から通ってたから、別に寮に入ってたわけじゃないんだけど、94年の 10.8 のこともあんまり知らんかったですよ。はい、ああ、そうなんですね。安倍晋三選手が名古屋球場で観戦したっていう伝説の 10.8 ね。はい、僕の夢を変えるものの1にも書いた、はいはいはい、2ではカットされましたね、はい、社長からね、いらないよって。いや、はい、ページ数との戦いなんでね。はい、そうそうそう。たぶん1と2はほとんど原稿一緒なんですよ。で、一緒で、で、はい、その 10.8 のとこが消されて、代わりに1でボツだったとこが復活してみたいな感じでね。
ああ、やっぱそうなんですね。へえ。まあ、まあ、2は宇治原、あ、モンタロさん来ました。東さん。モンタロさんって方がいました。はい、だから東さんもね、ちょっと早起きしてね、朝の4時15分から、朝ね、はい、毎朝4時15分から6時までスペースをやってるんですよ、このモンタロさんが。で、このモンタロさんのスペースが大人気で、だいたい40人ぐらい来るんですよ。はい、で、まあ本当にオーストラリアに住んでる人が来たりとか、カナダに住んでる人が来たりとか、はい、もちろん時差がありますから、まあ海外の人の方が、はい、どっちかというと日本人の方が大変ですよね。朝の4時15分だからね。はい、そうそうそう。で、本当になんか投資家の人が来たりとか、はい、今は社畜なんだけど、はい、将来的に孫さんを超えると豪語してる人が来たりとか、なんかその夢みたいな話をね、語る場なんですよね。はい、言葉は日本語なんですか？もちろん、もちろん。ああ、すごいですね。今日なんかオーストラリアに住んでる日本人の奥さんの旦那が来ましたからね、はい。あ、そうなんですか。で、中にはやっぱ英語が喋れる人もいて、たまに外人入ってくるんだけど、なんか普通に英語で、その英語ができる人が喋ることはありますね。はい、ああ、やっぱそうなんですね。いやー。楽しそうですね。僕もこういうの本当初めてなんで。だから思うのがね、元プロ野球選手の人はね、親しみやすすぎますよね。はい、じゃあ僕ですか。そう。ありがとうございます。まあ、Facebook もなんか普通に友達5000人ぐらいいるじゃないですか。はい、で、Twitter 力入れない。Twitter フォロワー今3人ですよ。しかも、なんか多分3人のフォロワー多分外人の、絶対知らん知り合いじゃないでしょ。ちゅうか、まあ、ここにいる人たち、ちょっと、東さんフォローしてくださいよ。で、東さんの Twitter のフォロワー数、ちょっと死んでますけど、まあ、今日からね、これ星野選手さんとのやつでしょ。ね、Facebook ですね。はい、そうですね。あ、待って、人来られましたよ。はい、なんかすごい人来たね。すごい人来ましたよ。ちょっと上がってもらいましょうか。はい、僕、一回も絡んだことないですけど、2023年から放課後デイサービス経営中、コンサル歌手活動、レイキティーチャー。ちょっと上がってもらいましょうか。ああ、すごいですね。上がってもらいましょうかね。はい、まあ。ちなみに東さんは現在、千葉県で社長をやられております。モンタロさんからコメントが来まして、はい、ご紹介ありがとうございます。はい、東さん、はじめまして、よろしくお願いします。ということで。よろしくお願いします。ありがとうございます。これを。ツイッターの使い方は全然わかんないんで、うん。いや、ツイッター力入れた方がいいですよ。やっぱね、ツイッターにはドラゴンズファンいっぱいいますけど、はい、別にドラゴンズファンじゃなくても、やっぱ元プロ野球選手ですからね、やっぱなんて言ったってね。いや一番多かった時の年俸はいくらですか？一番多かった時が3000万ぐらいですかね。の僕なんか人生で一回も3000万もらったことないんですけどね。いやいや、もうそんな、もっともっと稼いで稼いでる人たちいっぱいいたんで。落合博満なんか、なんかクロマティが3億円もらってるんだったら、俺も3億円よこせとかっつったって、ちょうどもう晩年の落合ね、晩年の落合。ね、順調の時は年俸調停とかもやりましたもんね。はい。なんか今、モンタロさんからご紹介ありがとうございます。うん、東さん、はじめまして、よろしくお願いします。それは僕上に上げたんです、今。これ、僕か、コメント返せるんですか、これ。返せますよ。うん、やり方が全然わかんないですよ。どこでどうやるのかっていうのが、まあ、大丈夫だ。後で DM 送ったらいいですよ、DM。わかりました。すいません、後で送らせていただきます。すいません。昨日もミラタッチさんのね、イベントに来ていただいて。はい、ねえ、東さん前で、喋るかと思いきや、ただの観客で来たっていうね。すごい人扱いですね。そうね、元プロ野球選手がやってきてるのに、全く東さんの紹介もなく、いやいや、ただ観客で来ただけみたいな。いや、でも僕、結構、大人数の前だと、緊張して喋れなくなっちゃう。3万何千人の前で投げてた男は何を言ってるんですか？たかだか80人ぐらいのところで、うん、本当、なんか緊張しちゃうんですよね、いっぱいいると。いや、視聴率20何パーセントのところで投げてた人が何を言ってるんですか？全国で2000万人が同時で、あなたが投げてるシーンを見てたんですよ。まあ、それはまあ、画面の向こうだからわかんないけどね。あ、そういうのもありますけどね。さすがにやっぱりリリーフ投手だからないか、ヒーローインタビュー。あ、僕ですね、一回だけなんかヒーローインタビューするかって聞かれたことがあって、断ったことあるんですよ。いいです。断りそう。ちなみにどういうヒーローをやったんですか、その時は。あ、その時はなんかピンチで、なんか抑えて、うん、すごいそれが大事な場面だったんですよね。はい、で、それで、
ちょっと日傘ちょっと着てって言われて、なんかヒーローインタビューみたいなのあるけど、どうする？だけど、いや、僕ですって言いました、その時確か。他の人とちょうどね、昨日ね、福谷投手がね、ジャイアンツ戦でね、リリーフで出て行って、はい、後輩のルーキーかな、はい、慶応の後輩のルーキーを三振に取ったんですよ。うん、はい、まあ、その後、他のピッチャーが打たれたんで、全然ボロ負けやったんですけど、あれで、もし勝ってたら、ヒーローインタビューに出れたかもしれない。はい、まあまあ、福谷はもう何回もね、ヒーローインタビュー受けてるからね、うん、あれだけど。はい。はい。そうですよね。ヒーローインタビュー、ね、せっかくプロ野球選手になったんだから、ヒーローインタビューぐらい、ね、うん、受けてもいいかなって、やっぱ思いますよね。何戦だったんですか、はい。あ、それはですね、何戦だったかな、多分名古屋球場。名古屋ドームだと思います。はい。名古屋ドームの、うん。何戦かな、広島戦かなんかだったかな、うんうん。はい。まあでも名古屋ドームだったら間違いなく名古屋地区だったら、はい、あれですよ、中継されてますよね。中継されてますね。まあ、僕見てたかもしれないですよね。そうですね。僕は帽子深くかぶって目見えないように桑田真澄さんの真似してたんで、そうなんですね、はい、じゃあちなみにその岩瀬投手が入ってきた99年ドラゴンズが優勝した時の話をしたいんですけど、その年、はい、98年はもう40何試合に登板された東さんなんですけど、はい、まあ、翌年はね登板数が多分激減したはずなんですけど、一軍では99年は投げたんですか、はい、99年は。98年がキャリアハイだったわけじゃないですか。で、年俸も上がって。はい。99年は。開幕11連勝です。怒涛の開幕11連勝ですよ、もう。そうですね。多分投げてない。ほぼ投げてないんですね。最初オープン、公式戦始まるオープン戦は、いたっすね。だって、98年に47試合投げてるわけだから、はい、99年はまあ、主力として調整が、はい、あ、すごい人来た、すごい人。ツイッターじゃなくて、はい、SNS の総フォロワー68万人のとこが来ましたよ、東さん。ここはつながるチャンスですよ、これ。よろしくお願いします。3人の元プロ野球選手と、SNS の総フォロワー68万人が、これがちょっと、すごい奇跡の、奇跡のこれ、瞬間ですよ、これ。歴史的な瞬間。だって、千と千尋さんのフォロワーがここから減ること絶対ないじゃないですか、今3人なんだから。ね、はい、増える一方じゃないですか。はい、上がってこないのかね、はい、トッシーさん。実はトッシーさん、もうじき本が出るんですよ。あ、そうなんですか。僕が例の政治者を紹介しましてですね。はい、この方はね、もともとね、医学部出身でね、勉強法の本は一冊出してるんですよ。はい、で、TikTok のね、Kindle 本を出しててね、それがもう3000冊近く売れてるってことだから、はい、いや、そんなに売れてるんだったら、商業出版できますよ、つって社長を紹介してね。しかももう今ね、すごい TikTok がすごいの、今。さらにすごいの。今日もネットニュースになってましたけどね。はい、YouTube がちょっとなかなかね、今の若い子が使わなくなってきたから、もうとにかく TikTok に今シフトしてるんですよ。はい、まあ、東さんは多分絶対やってないですけど、スレッズがね、最初だけブームになってね、ちょっとすぐ下火になっちゃったからね。スレッズって Twitter みたいなやつです。ああ、はいはいはい。2ヶ月ぐらい前に一瞬だけ超盛り上がったんですよ。あ、そんなのが、そうなんですね。まるでツイッターみたいな。はい。盛り上がったんですよ。全然知らないですね。ヒガさんだって Facebook メインですもんね。うん、友達5000人いますもんね。あ、そうなんですよね。Facebook メインで。でもツイッターやった方がいいよって言われて、本当最近ツイッターもやりだしたんですけど、うん、全然わかんないですよね。あ、ツイートはしてないですね。はい。あ、でもツイートしたかな？ツイートなんかやってましたね。でも平田さんがツイッター頑張ってるんですよ。ああ、平田が。そう、平田さんが。ツイッター頑張って、ツイッターでツイートしたやつが中日スポーツに載ったりとかしてて。はい、あ、そうなんですか。それすごいですね。僕、多分つぶやいても中日スポーツ載らないですもんね。まあ、ちょっと今のフォロワーだと乗らないけど、まあそこは、あえてね、なんか中日スポーツのツイッターのアカウントもあるんですよ。はい、だからそうなんですか。なんかタグ付けみたいなのするとかして、やって、まあ僕もよくやるんですけど、はい、当然僕なんか無印だから、
相手にされないんですけど、はい、日笠さんがなんかツイートしたら、あ、日笠じゃんって言って、なんか反応してくるかもしれないですよ。はい、で、例えばコラムとか、コラムとか飲むかもしれない。はい、元、覚えてるだろうかみたいな。あの日笠さん、ツイッターを、今はなんか千葉で社長してるようだみたいな感じで紹介してもらえるかもわかんないから、やってみる価値はありますよ、ね。だから日笠がツイッターをやってるってことを中日スポーツに知らしめることをすれば、当然中日スポーツですから、あ、日笠って、あ、元中日の選手でいたなって、当然、あの渋谷さんとか、渋谷誠さん、はい、渋谷さんっていうのか、渋谷、竜の背に乗ってってコラムをやってる人がいる、あ、連載してる人がいるけど、あの方なんか絶対もうデータの鬼なんでね。はい、ああ、そうなんですね。そうだから、あの例えば小林広報の話とかもよくね、出したりとかしてて、正人さんでしょ、小林正人さん、ね。はい。うん、はい、そうだから本当に、まあ、日笠さんも含めて、そういうワンポイントのポジションとかね、絶対ワンピースはありますもんね。はい、2人はいらないよね。はい、ワンピースはありますね。はい、やっぱり一芸が大事ですよね。だから周東選手のようにめちゃめちゃ足が速いっていうね、あれも一芸だし、はい、で中日は高松ってのがいたんだけど、はい、結局辰巳監督は使いこなせなくてトレード出しちゃったけど、はい、高松高卒で入ってきてね、超足は速くてね、もう足速いんですね。はい、周東になるっていうぐらい期待されてたんですけどね、なかなか使う場面がなくてですね、はい、西武に行っちゃいましたね。あ、西武で今、勝ち出てるんですか？は知りませんけど。いや、とにかくね、パリーグで大活躍してるのが郡司選手です。あ、郡司選手、はい。慶応大学から入ってきた。ね、もうなんかもう、日本ハムでほぼレギュラー級の活躍してますよ。ああ、やっぱそうなんですね。いやー、すごいですよね。いや、中日で打ってくれた話なんだけどね。はい、一応打撃を生かすために外野にコンバートしたりとかね、でもキャッチャーがいなくなったからまたキャッチャーに戻したりとかね、はい、でも戻した年にトレード出されててね、もう迷走してますよね、ドラゴンズね。まあそうですね、ドラゴンズもね、監督立浪さん、いろいろ大変なんでしょうけどね。僕のイベントに井川さんが来られた先月の8月の29日だったかな、の段階では、はい、立浪監督は来季も続投だっていうね、荒木コーチの、ね、日笠さんとの直接の LINE の話を聞いてですね、はい、ここにいるモンタロさんはその映像を買ってますから、はい、有料のところ見れると思いますけど、はい、柴川さんも買ってくださいよ、はい、柴川さん。柴川さん。そうそう、あの、日笠さんの有料のね、あの、僕が姓名判断でめちゃめちゃディスられるっていうとね、もう薄い線を捨てろみたいな ね、そういうのもありましたし、はい、うん、なかなか盛り上がりましたよね。はい、盛り上がりましたね、話は。だったから東が上がることもなく、生き生きしてましたね。そうですよ。生き生きしてました。参加者が全員喋るっていうね、はい、僕のイベントならではって。あそこね、でも満杯でも30人しか入れないからね。ああ、やっぱそうなんですね。そのぐらいなんですね。点数の前は40人ぐらい入れて、はい、なんと、シークレットゲストで元オウム真理教のジョイ・フミロさんを読んだことがありましてね。後からえらい怒られましたね。なんで言わないんだっつってね。はい。元オウムのジョイさん。シークレットゲストだから言うわけないじゃないですかね。はい、シークレットだからね。言わないですね、普通は。すごいですね、それ。その時ゲスト豪華で、あの奥島グループの名古屋でね、あのもう20店舗ぐらいある奥島グループの中村文也会長と、はい、あとはね、元 SSI の社長の川口徹さんと、あとは忠石さんという方と、あとはね、元ライブダウンの副社長の大塚哲也さんとかね、もうゲスト豪華でね、僕集客頑張らなくてもね、40何人があっさり来て、立ち見も出ましてね、はい、でロールスロイスでね、天野正彦さんという方がね、はい、あの花束持ってきてくれてね、はい、なんならジェームス好きなまで来てくれるかもしれないっていうぐらいね、もう第2回トークライブだったんですよ。はい、すごいですね。トークライブって。まあその頃はね、映像を撮ってなかったからね。はい、あ、でもね、はい、1回目のトークライブはね、僕は映像撮ってなかったけど、別の人が映像撮ってて、YouTube にアップされててね、その時ね、呼んでもいないのにね、はい、あの、大川隆法さんのね、元奥さんの京子さんが勝手にやってきてですね、やってこられたから、もうね、前で喋ってもらうしかないじゃないですか。で、喋ったやつを YouTube に上がってたら、はい、その時離婚調停中だったんで、はい、なかなか表に出なかったんですよね。で、なので、はい、それを見たロフトプラスワンの人が、なんでこんな、
無名の人が開いたイベントに大川京子さんがいるんだってことで、僕に DM がやってきて、臼井さんと、イベントやってくださいとかって言われて、で、6度プラス1って基本的には発行代がかかって、はい、赤字になった人は、主催者が負担しなあかんのですけど、はい、もうとにかく今回、うちからオファーしたんで、はい、もう極端に客が一人も来なくても、臼井さんが1円も求めませんので、とにかくやってくださいとかって言われて。はい、でそこでジョイさん呼ぼうとしたら、ジョイさん来れなくて、で、代わりに、オウム真理教時代に、オウム真理教の後のアレフっていう団体時代に、ジョイさんの秘書をしていました、宗像さんっていうのを代わりに呼んでですね、その宗像さんがなんと何がすごいかっていうとね、マキタスポーツさんっていう結構有名な芸人でもあり俳優さんがいるんですけど、その方と高校が一緒で、陸上部かなんかのマネージャーだったんですよ。そうなんですか。と宗像さんはめっちゃ仲がいいっていうか、まあ、めっちゃ仲がいいというよりかは、もう、まあ、先輩後輩の関係で、で、その話をね、僕のイベントでやってくれたんですけど、はい、その時僕、マキタスポーツは、まあ、そんなに売れてない芸人だなということで、はい、僕の中では無印だったんですけど、もうその後、めちゃめちゃマキタスポーツさんが大成功されてね、はい、闇金牛島君とかの、闇金牛島君にも出てるし、はい、闇金牛島君のドラマとか映画見ました？闇金牛島君のドラマは見てないです。見てない。まあ、とにかくそこに出てたりとか、あとあれですよ、亡くなった、はい、芥川賞作家の西村健太さんの区駅列車って映画、はい、森山未来さんが主演のやつで、はい、それにも出ていい、はい、いい味出してます。もうね、もともと芸人さんなんですけど、まあ、俳優としてね、すごく活躍されていて、はい、去年からね、小説まで書かれてて、書いてるんですよ。なんたら芸人、柴川さんちょっと調べてほしいんだけど、なんかね、本出したんですよ。で、その本の主人公の名字が薄いって言うんですよね。はい、どう同じなんですか？すごいシンパシーがあって、去年の今頃はね、今度、牧田さんをね、イベントで呼ぼうかって話をね、してたんですけどね。すごいですね、それ。マジですか。はあ。僕ね、手当たり次第声かけますからね。だって、東さんもだって僕のこと知らんかったでしょ。ね、突然 DM 来てびっくりしてたでしょ。なんで俺が呼ばれるんだみたいな、ね。去年ですよね。初めて呼ばれた、DM いただいたのが。とにかく、東さんが Facebook でなんか出てきて、友達申請して、友達にはなってるものの、特に交流もなく、はい、その時僕、名古屋に住んでたから。はいそう、はい、だから名古屋だったらさっきのその奥島グループの中村文也さんとか、あと麻布中高から東大、日本銀行を経て、今、県議会議員してる黒田太郎さんとか、あとまあ国会議員してて、今、浪人中 の、 関さんとか、はい、関健一郎さんかな、はいはい、朝までの生テレビとかにも出て、はい、僕より年下なんですよ、元 NHK の人でね。とか、だから、もともとずっと名古屋に住んでたから。名古屋に人脈が結構多くて、はい、で、まあ、突然千葉に引っ越したのが7月の31日なんですけどね。ああ、そうですよね。7月ですもんね。はい。そっからですもんね。いろいろやり取りさせていただいているのが。まあ、そうですね。まあ、だから、チャンクジャシュパーのイベントでちょっと来てほしいということで、オファーをかけて、で、来ていただいて、はい、ただ来ていただいたら、その時にその千葉県のね、企業家コミュニティの偉い人、ね、女性の方ね。が来てて、はい、でそこから僕がいないところで東さんが参加されてみたいな。あ、そうですね。まあ、千葉県の社長だからね、めっちゃね、当てはまるし、しかもその僕いなかったイベントになんかすごい社長さん来たんでしょ？ 2 人ぐらい。なんかすごい方は来てましたね。僕も直接名刺交換させていただきましたけど、はい。すごい、すごい人だったですね。ちなみに昨日もなんか社長連れてきてましたよね。うん、ちょっと僕は名刺がなくて、ちゃんと社名が。あ、そうなんですよ。人は、一応野球つながりで、高校までちょっと野球やってた人なんですけど、自分で会社やってて、人、なんか結構、なんか会社を大きくしてるみたいでですね。はい。はい。ちょっと薄井さんの方に紹介、させていただきたいなと思って、お連れしました。まあでもほとんど会話することもなく、はい。でもまだ Facebook で友達先生来てないですよ。はい、あ、来てないですか。多分ですね、忙しいんで Facebook 多分見れてないと思うんですよね。ただ僕がつなげても、あれ Facebook ってつなげれるんでしたっけ？あ、つなげます。だって僕だって東さんと、セカンドキャリアの、はい、人つなげたじゃないですか。はい、
Facebook の、メッセンジャーグループで、ああ、なんかまだやりとりしてませんか、ね、中田さん、中田仁さん。中田仁さんはやりとりしてますね。日本営業大学の、要は、スポーツアスリートってセカンドキャリア大事で、はい、そういう人たちに営業のマナーとか教えてる人で、結構すごい人ですよ。そうです、やりとりしてますね。はい。ご挨拶は、ちょっとさせていただいて、はい。としてます。はい。トッシーさん上がれないのかね、トッシーさん。ずっとリスナーで聞いてるけど、SNS 総フォロワー数68万人。ああ、すごいっすね。近々、TikTok の活用術の本を出す予定。ああ。すごい人ですよ。すごい人です。なるほど。あ、しかもこの人ね、山本匠さんとこの前会ったっつって。中日から日本ハムに、それこそ軍事と一緒でトレード出された山本た、兵庫県の西宮、市立西宮やったかなんか、そっからドラフト4位ぐらいで入って、160何センチなんだけど、はい、150何キロ投げるっていうね。そんなすごい人がいるんですか？いや、だからまあ若いし、将来のドラゴンズを背負って立つような人だったんですけど、はい、なぜかトレード出されちゃって、はい、で、代わりに来たのは宇佐美だった。違うかな、誰、軍事と山本が行って、誰が来たのかな、宇佐美と、はい、斉藤だっけ、なんか左のピッチャーが来たの、確かな。ああ、なんか今し、そうですよね。左のピッチャーだったんですね。いや、しかも、両方も活躍してるんですよ。はい、中日来た二人が。はい。で、もちろん軍事も活躍してるし、山本だけそんなに活躍じゃないかもわかんないですね。はい、なんかね、その左のピッチャーは、全然パリーグでは活躍できてなかったんだけど、はい、大塚コーチやったかなんかが、それこそさっき東さんが言った、グローブ、右腕、左ピッチャーなんだけど、右のグローブの使い方、右の腕の使い方を教えたらしいんですよ。で、直接言うと角が立つからっつって、はい、後藤俊太かなんかに言って、はい、それを後藤俊太かなんかが伝えて直したらめちゃめちゃ球が良くなって、はい、だから今打てないピッチャーだったの。斎藤だったっけ、なんか斎藤というピッチャーだから、多分柴川さんとか多分パリーグいた時全然大したことないピッチャーなのに中日でめちゃめちゃ活躍してるよみたいな、はい、多分防御率ずっとゼロですよ。最近ちょっと打たれてる、それもまだゼロ点なんだよ。だからもう別人、すごいですね、それ。パリーグだった時うん、だから、その斎藤っていうのと、今年育成から、支配下登録された松山っていうのが新戦力で、だからもう逆に今、祖父江とか谷本とか、もう福とか、全然、もう完全に格が下になっちゃった、はい、むしろ戦力よりもいいぐらい。で、今日すごいニュースが飛び込んできたのが、福田、はい、福田、はい。あれがなんか、今年限りでドラゴンズを退団、もしくは引退みたいなのを、なんか辻コーチが、辻さん、西武。はい、西武とかヤクルトの歌、辻さん、順次の監督もして、二軍監督ね、がつぶやいてすぐ消したらしいんですけど、はい、福田が今年でどうやら退団、はい、もう多分引退なのかな、どうなんかな。それドラゴンズが退団するってことが、なんか報告があったらしくて、それが退団が引退なのか、あの、はい、出る決意をしたのかみたいな。あー、そうなん、それまだやろうと思いますよ。今年もホームラン打ってるんだから、1本。はい。それを辻さんがつぶやいたんですか？そんですぐ消したらしい。それが今日の夕刊誌かなんかのネットニュース載ってて、もう中日なんか不協和音とかつって。まあ大体中日とディスる記事がもう毎日出てますよね、やっぱね。こんだけ成績が振るわんとね。はい。荒木がね、言ってましたけど、立浪監督は本当、選手のことを思って指導してますよって言ってましたからね。うん、いや、この前ね、片岡さんとも仲が悪いっていうね、なんか記事が出てて。見ましたね。あ、見ました？はい。なんかでも、多分それはないと思いますけどね、PL の出身の人たちって本当仲いいんで、うん、はい、ないとは思いますよね。まあ、でも逆に、立浪さんが来年残ったら、その西武の松井和夫つながりで、山川をドラゴンズにもらってくれないかみたいな、はい、無償トレードの話があるかもしれないって記事があって、まあ、それはそれでありがたいんだけどね、山川欲しいですよ。山川でもドラゴンズ来るんじゃないですか、多分ね。来たらね、ファースト守れますもんね。守れますね。してやっぱバッティングもあのチームのバッティング力も上がると思うし。でもファーストしか守れないでしょ。まあ、となるとね、さっきの話で宇佐美と木下がポジションかぶっちゃうんですよ。ああ、なるほど。宇佐美使いたいじゃないですか。あ、そうですね、そっか。宇佐美がいや守れないのかな。宇佐美のあの打力はね、絶対捨てがたいですよ。チャンスにも強いしね。だって8月サヨナラ3回ですよ、サヨナラ
ああ、すごいですよね。落合博満以来らしいですよ。1ヶ月に3回サヨナラ打ったのは。それはすごいです、確かに。はい。そうですか。だから来年は多分大島が結構控えに回ることが多いと思うんですけど、大島チャンスに弱いからね。それ言ってますよね、薄井さん。毎回言ってますよね。だから、その、チャンスメイクにはいいから、だからさ、はい、もう負けた試合とかで、いきなり代打で、ね、6回ぐらいとかで、ピッチャーの代わりで大島とかいいんだけど、はい、2アウト満塁とかで代打大島とか絶対出したくないから、どうせ三振するから。なるほどですね。三振はしないのかな、まあ、せいぜいセカンドゴロとか。はい。そうそう。大島結構三振はしないからね、なかなかね。はい、バットコントロールはいいですよね、確かに。本当にちょこーんとね、うまく当てたね、ヒット。で、ほんとランナーいないところで、ほんとようヒット打つんですよ。だから2000本安打いってるんだから。ランナーいるときにもっと打てって言ってましたね。本当だね。で、今年はね、たまたまね、得点圏が高かったんですよ。で、今年はチャンスに強い大島ですとかで、はい、中継で言われたけど、まあ、終わってみれば、はい、もうちょうど得点圏内3割ぐらいまで来てね。打率が2割8分5厘ぐらいで、得点圏内3割やったら、全然やっぱチャンス弱いわけじゃないですか。はい、まあ、得点圏内で1割ぐらい上がるもんで、落合さんなんか大体4割とかね、はい、出たわけじゃないですか、はいね。そうですね。はい。確かに、それはありますね。だから新庄さんなんか逆に打率は2割5分だけど、得点圏内はね、3割4割打ってたわけだから。うんうん、だってやっぱり人間ってチャンスでやっぱ打つじゃないですか、やっぱり。ね。はい、だって普段は手抜いてても、ここぞっていう場面で打ちゃいいわけですから、はい。そうですね。そっちにやっぱ集中しますもんね。だから僕はね、そんな選手に2億何千万も払うぐらいだったらね、もう岡林にね、あげたいです、岡林。なるほど。いやー、そうですね。確かに。まあ、チュンチ本当安い選手が活躍してますから。ほんでね、はい、弱いのに客入ってるんですよ。でね、今日もニュースになってましたけどね、サンデードラゴンズとドラゴンズ応援番組がね、落合博満さんの単独インタビューをしてですね、はい、視聴率が3週連続 5% 超えてらしいですよ。日曜の昼間に今時ね、世帯視聴率が 5% 超えるなんてなかなかないですよ。はい、すごいことなんですね。今年結構客入ってるんですよ。多分今年も普通で200万人多分超えると思うんですけど、こんだけいっぱいのに。いやね、最下位なのに、それだけ入ってくれるとありがたい話ですよね。阪神とかなんか多分200万人ぐらい違いますよ、弱かったら。ああ、まあまあでしょうね。そうですよね。阪神ファンはシビアだからね。はい。確かに、それはあると思います。いや、でもドラゴンズもね、今年ね、いいピッチャーいるしね、打者もね、細川もいるしね、宇佐美もいるしね、はい、高いもちょっと覚醒したしね、はい、やっぱり采配じゃないですか。どうなんですかね、最下位。まあ今はね、誰が監督してもね、ね、あの弱いって言われてますけどね、はい、そんなことないと思うんですけどね。采配、立浪監督はいきなり監督でしたもんね。うん、そうなんですよ。でもそんなん言うたら、新井さんだっていきなり監督じゃないの？あ、そうですよね、あの広島の監督ですよね。うん、2位ですよ、今、2位、うん。頑張ってますよね、広島も。いや、監督はいいんじゃないですか。監督、なんか、なんでしょう、立浪さんも人は悪くないんですけど、新井監督もなんかすごい人良さそうですよね。やっぱり彼ら2人の最大の違いはね、立浪はエリートじゃないですか。はい、で、新井はやっぱダメダメから入って、全く期待されてないとこから来てるから。最初からそうですよね。はい。ダメな人の気持ちが分かると思うんですよね。あ、なるほど。立浪も高木森道もダメな人の気持ちが分かんないんですよ。あ、もうエリートですもんね、確かに。うん、それはあるかもしれないですね。ピカソさんは星野監督だけですけど、ドラゴンズは。高木さんとはかぶってないですよね。高木さんとはかぶってない。星野監督だけですね、僕は。ね、はい、まあ、でもそれはそれで幸せですよね。で、まあ、今日来た人はまあ 初耳だから、あのエピソード言いました、あのエピソード。何でしたっけ、殴られそうになったけど、殴られなかったエピソード。ああ、そうですね。ある外国人、ヤクルト戦でしたっけ？あ、ヤクルト戦で、スライダーですよね。スライダーをストライク取りに行って、うん、それを、ホームラン打たれたんですよね。うん、ホームラン打たれて、で、ベンチ戻っていったら、監督が、お前、ストライク取りに行っただよって言われて、うん、なんでだ、なんでそんなピッチングするんだみたいな感じで、顔がもう僕の顔まで直前まで来てですね、うん、はい、怒られたっていう、そんな話だったっすよね。あれ違いましたっけ？だけど、お前は確か、最大者だったなとかっつって。ああ、そうそう、そうですね。要は、星野監督って、
結婚してる人には手出さないっていう、そういうなんかポリシーがあるみたいで。はい。で、それで、僕は結婚してたんで、結婚してるからいいや、みたいな感じで、殴られなかったっていう。はい。ね、だから本当に僕、大鵬選手に関しては、僕、生で講演会で殴られたって話聞きましたし、話の面白い中村武さんもね、ありとあらゆるチャンネルで、星野監督と鉄拳制裁については、はい、もうボコボコで話が出た。そうですね。中村さんはもう、僕は現役の時は、そんな多分殴られてないと思うんですけど、その前にはボコボコにされてると思うんで。第一次星野政権の時ですね。多分すごかったみたいですよね。はい。まあ、顔が晴れて交代で、顔が大丈夫。そうですね。中村さん、そうですね。中村さんとあと誰だろうな。西郷さんも殴られたんですよね。うん、言ってましたよ。まあ、僕は、ね、名城大学の中で講演会聞きに行ってね。はい。とにかく星野監督の話をずっとしてましたね。ああ、やっぱそうですか。でも全然悪くは言ってないですけどね。まあ、愛情っていうかね。あ、そうですね。やっぱり愛情ですよね。星野監督。いや、だけど、はい、星野監督の教え子の若林というね、東海大素顔でしたけど、はい、監督が暴力事件でちょっとね、はい、自粛しましたよね。はい。一回抜けましたもんね。はい。まさに星野監督の教え子じゃないですか。申し子じゃないですか。そうですね。はい。こうあの人でもすごい、僕原因かぶってるんですけど。ですよね。はい。なんか結構気合い入ってる人でもありましたけど、人は良かった、うん、すごい。ああ。はい。もう。まあでも、その、グラウンドではファイト向き出しみたいな。そうですね。はい。でも、そうやって考えると、岩瀬投手ってめっちゃ穏やかじゃないですか。見た目は。穏やかですね。はい。ね。だから本当に普通に公務員してても不思議じゃないですか。普通に役所とかいそうですもんね。その辺の役場。あの、言わせば本当、なんか礼儀も正しいですしね。いそうですね。うん、はい。ねえ。なのに1002試合も登板してね。1002試合ですよ、1002試合。あいつは本当、体強かったですよね。僕が岩瀬が1年目の時にキャンプの部屋一緒だったんですよ。ああ、そうなんですね。で、スカウトの人から岩瀬のこと頼むなって言われて、はい、はいって言われて、そのまま頼むなって感じで岩瀬が活躍してっちゃったんですけど。でも、岩瀬って初登板で広島戦で打たれてますよね、確かね。あ、そうなんですよ。打たれたんですけど、打たれて、僕もその時確かいたんですよね、で、ああ、岩瀬、打たれちゃったから、もうここで終わりかなと思ったら、普通、大体、ルーキーの人って、そこからすぐ消えちゃうんですよね。うん、まあ、すぐ二軍落ちしますよね。はい、でも残ったんで、うん、で、当時、多分ピッチングコーチ、山田久志さんだったんで、あ、多分山田久志さんが残したんだなって、僕は思ったんですよね、その試合の時に。うん、星野さんだと多分すぐ落としたと思うからですね、うん、はい、なんで多分岩瀬は山田久志さんのおかげであそこまで慣れたんじゃないかなって僕は思ってるんですよ、ね、でも結果だって1年目10勝してますもんね、中継ぎでね、はい、そうですね、うん、はい、結構活躍してたんで、まあまあ、はい、優勝しましたから、もう開幕11連勝したのに途中で貯金がなくなるというね、絶対、はい、いやいや、11連勝したらもう絶対優勝するじゃないですか。なので、貯金がなくなるんですか、途中でね。貯金がなくなっちゃったんですもんね。確かに。はい。まあでもさ、最後はまあ、独走みたいな感じでしたけどね。はい。はい、山崎武さんのね、ぐるんぐるん、あれ99、はい、あれね。はい。ドヤーみたいな、ベンチに向かってドヤーみたいな、はい。やってましたね、山崎さん。あの時は、比嘉さんは2軍にいたんでしょ。もう、その時は僕2軍ですね。はい。二軍でいじけてました、多分。ということは、結局、日本シリーズにも登板していないという。そうです。本当にですね、一軍に上げてもらえなくて、僕が、まあ、悪いんでしょうけど。調子が悪かったんですか？それとも調子が良かったのに、まあ、戦力で整ってます。あれ、サムソン・リーとかでしょ？サムソン・リー。サムソン・リーもいましたね。サムソン・リーも結構投げてたんで、で最後はソン・ドンヨで、落合英二もいて、岩瀬もいて、サムソン・リーもいて、最後はソン・ドンヨでしょ？はい。すごいですよね。ペペギがピッチャー陣だったですね。ほんで先発に武田がいたでしょ、武田がね。武田さんいました。野口もいてね。はい。それは優勝するわってね、打つ方は打つ方でね。福留がルーキーですもんね、はい、確かね。
ルーキーです。はい。確かに。でもショートでエラーしまくってたじゃないですか、ショートで。ああ、そうですね。あいつは。山田さんが外野にコンバートしたんだもんね。はい、そうです、そうです。はい。守備は見てられなかったと思いますよ、多分。外野になってからバッティングもなんかよくなったんですよね、確か。外野になったからもう、だってあのバンテリンドームでホームラン30ポイント打ったわけでしょ。はい。ねえ。はい、確かに。それはあります。で、メジャーに行って、単年で10億ぐらいもらって、ね。はい。行きましたね、メジャーに。10億あれば、我々一生遊んで暮らせますけどね。確かに、そうです、ね。1年でね、1年でね。はい。もったいな、ね、なんかちょっと残念だったんですけどね。本当。はい。残念っていうのは何が？その1年で。向こうでそんなに活躍できずに、はい、日本に帰ってきたことがですか？あれなんか怪我したんでしたっけ？あれ怪我した？知らないですけど、で結局中日にすぐ来ればいいの話に行きやがって、で落ちぶれてから中日に行きやがって。そうですね。なんか最終的にね中日に来てくれたから、うん、まあなんか良かったですけど。いや山崎武もそうでも最後もう一番最後に来てねもう全然活躍しないというね。そうですね。はい。ちなみにね福留孝介はね僕より1個年下で、はい。なんと僕の中学時代の後輩が現役の頃の福留孝介の PL 学園と対戦してるんですよね。あ、そうなんですか。そうそう、うちの中学の僕の一個下のやつだから、偉そうな生意気なやつだでね。で、そいつ、三重県久井市のね、今津市なんですけど、久井高校のところに行って、はい、久井高校でピッチャーをしてたわけですね。で、はい、PL 学園の一軍と試合をしてですね、福留にガーンとホームランを打たれて、で、お父さん何号ということで、なんか新聞に載ったらしいですよ。打たれたシーンがね。ああ、そうなんですね。いや、僕もあれですよ。福留がルーキーの時に、うん、紅白戦で福留と対戦してるんですよね。で、その時、外野からの逆風が吹いてて、うん、福留がどんだけ打てるのかと思って、僕は本当甘いスライダー投げたんですよ。はいはいはい。はい、したら、ガーンと思いっきり打たれたんですけど、うん、でみんなも、お、これいったって言ったら、やっぱ風に戻されちゃって、結局外野フライだったっていう、ことがあってですね。それは茶壇球場ですか？それ、茶壇とかその辺ですね。多分沖縄だと思ったんで、はい。でもまあ、いいパワーしてましたけどね、さすがの福留でもその時は、風に。だって日本生命から入ってきたから、まあね、もう即戦力、ね、はい。即戦力ですね、はい。そうですね。あれ、松井とは対戦したんですか、松井とは。あ、ジャイアンツのですか。はい。あ、ジャイアンツの松井は対戦してますね、僕は。ですよね。だって松井がすごく伸びてきた頃、はい、だって松井が94年の 10.8 の頃はまだ雑魚で、ね、はい、あれは多分1年目ぐらいなんですよね。はい、だからちょうど98年ということは4年経ってるから、相当松井が強打線に立ってきた頃で、はい、まあ、左投手の日笠投手としては、それは当然松井の場面で起用されますよね。松井抑えてなんぼですもんね。そうですね。フォアボールか、うん、ヒットかみたいな感じだったっすけどね。抑えてない。僕は結構足元にボールを投げるんですよね。はいはいはい、足を動かして、動かしたり目線をずらすために、うん、はい、左バッターに対してはですね、うん、はい。それをやってたんで、しょっちゅうフォアボール出して怒られてましたよ、監督には。ちなみに、顔を見るのがもう嫌なバッターと、はい、カモにしてたバッターは、それぞれ。ああ、カモにしてたバッターっていうの、なんか、チームで僕は得意不得意がありましたね。ヤクルトとか、うん、広島とか、うん、ベイスターズ、あ、でもあれですね、ジャイアンツ戦以外は結構抑えたと思います、僕は。ジャイアンツ戦、テレビ中継あるから、そこで歌えたらあかんじゃないですか。ジャイアンツはなんかファンだったんで、ジャイアンツ、もともと子供の頃から。なんかジャイアンツ。これは星野さんもファンだったんだから。そうですね。いや、本当ジャイアンツ戦には本当調子悪かったですもんね。だって星野監督の時って、なんか巨人戦で頑張ると、なんかキープが出てたりするんですか？そうです。なんで僕はほぼほぼジャイアンツ戦は抑えてないんで、キープとか全然もらってないです。もう逆に使ってもらえないんじゃないですか。もう、あいつあかんとかね。例えば、梶田投手が東京ドームでめちゃめちゃ打たれるんですよね。ああ、鹿島さんですね。はい。じゃあ、鹿島で、田島。あ、田島、はい、はい。とにかく東京ドームの田島は絶対に打たれるってことがファンの中では定説になっていて、で、はい、打たれると、だから使うなって言ったのに、みたいな感じでね。ああ、そうなんですね。うん、いや
ねえ、ジャイアンツ戦はなんか特別だったんですね。そう、顔を見るのも嫌な。クロマティとも対戦したんですか、クロマティと。あ、クロマティさんは対戦してないですね。僕のだいぶ前だと思うんで。あ、そっかそっか。はい。誰に一番打たれたんですか。誰ですかね、誰だろう、一番。だって顔を見るのも嫌なバッターっているじゃないですか、絶対に。あ、僕ですね、顔を見るのが嫌なバッター、打たれたことで顔を見るのが嫌なバッターはいないんですけど、あれだよな、誰だ、当時、広島にいた金本さん、うん、金本さん、左バッター。を僕はずっと抑えたんですよね。そうなんだ。それすごいっていうのが、金本さんに僕本当近めにデッドボール当たるぐらいのボールを常に投げたんで、僕が投げるとやっぱ腰引けちゃうんですよね。でもシーズンも後半ぐらいですよね。金本さんに投げてて、その日はなんか調子良くなくて。結構ゆるく投げたんですよ。うん、しかも、なんか気合もあんま入ってなかったから、インコースに全然投げてなくて。うん、したら、インコース高めの、ライトの方に思いっきりホームラン打たれて。で、なんかすごい金本さんが喜んでたのを僕、覚えてるんですよね。そういう思い出がありますね。はい、その金本さんと、その、グラウンドの外での交流とかはあったりするんですか？あ、交流はないですね。ないんですね。僕は何ですかね、敵チームの人とはあんまり交流しないって、現役当時は決めたんで。まあ、そういう時代ですよね。はい。そうですね。星野さんも、なんか本当、戦いだみたいな感じで、試合やったからですね。今でこそいろんなね、他球団の選手とキャンプにいたりするけど、その東さんの時代とかって、あんまそんなね、自主トレとか他球団の選手とやらないでしょ、はい、ね、やらないですね。はい。今みたいになんか他球団の選手と一緒に、なんか仲良くみたいな感じでやらないですもんね。はい。で、まあ今、荒木コーチとかは LINE のやり取りする関係で、なんか仲が良かった選手とかっていうのはいるんですか？はい、ドラゴンズで。ドラゴンズで。まあ、別にドラゴンズでなくてもいいけど、別に。ああ、いや、仲良かった選手はですね、可愛がってもらってたのは、それこそ、立浪さんとか、うん、あと、中村さんとか。竹さん、うん、はい。あと、みんなですね、本当今中を、うん、同い年なんですけど、あ、今中と同い年なんですか？怪我した時は温泉一緒に行ったりとかですね、うん、はい、してましたしね。それこそ山崎武史さんも何ですか、星の一派みたいな感じで言うのがあって、うん、はい、当時僕は一時それに入ってたことがあってですね、うんうんうん、だからなんかみんなとは結構飯食い行ったりはしてましたね。はい。山崎滝さんもそうですし、大鵬さんもそうですし、山本雅さんもそうですね。はい。今中さんと同い年なんですね。そうですね。僕、今中さんがね、引退した後に書いたね、悔いはありますって本をね、買ったんですよ。はい。うん、本当にどんな本なんですか、それは。いや、本当に悔いがある感じですよ。いや、でも悔いありますよね。肩、はい。だからさ、最後のね、もう引退する年のね、オープン戦かなんかがむごくて、なんか120何キロしか出ないんですね、速球投げてね。はい。肩壊してからですよね。そう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 。はい、肩手術して。だから今中さん、本当に名古屋ドームではまともに投げてないもんね。名古屋球場までの男だからね。そうかもしれないですね。はい、うん。ドームになってからすぐに肩壊して手術してるんで。そうはい。だからね、僕はサンデードラゴンズ見ててね、本当星野監督がね、今中投手についてね、はい、もう一回こいつをね、男にしてやりたいんだよとかっつってね、語ってんのを言ったんですよね。はい。最後の年ね。はい。で、オープン戦調子良かったんですよ。球は走ってないけどね。はい。うん、もう130も出てないけど、もうずっとゼロで抑えてて。いや、そうですね。で、なんか他球団からもトレードの話はあったみたいですけどね。
でもまあ、多分行かないですよね。中日でも中日で終わったですもんね、確か。そう、もちろんもちろん。あ、ですよね、はい。通算91勝か2勝ぐらいで、もう稼働ね、実働年数が少なすぎますもん。10年もやってないですもんね、多分ね。ああ、そうですよえ、ね。江川さんも10年ぐらいで135勝でしょ。はい。江川さんはね、プロ入るのが遅かったからね、いろいろあってね。そうですね。ね、はい。高校から入ってたらね、200勝いってたかもわからないね、かもしれないですね、それは。本当に。いやー、でも誰が山本昌さんが210何勝すると思いますか？ねえ、山本さん。ダブルエースだったけどね。明らかはい。に天才型の今中と努力型の山本昌でね。さあ、はい。考えても今中の方が当時はすごかったわけですよ。はでも怪我しちゃったから。い。はい、だからそうです。90何勝、片や210何勝。はい、ね。そうですよね。本当。本当、すごいと思います。今ではい。ね、ヤクルト戦とかで16奪三振とかしたりとかね。はい、してましたね。はああ、本当にメジャーとか行けたよね。い。はい、いけたと思いますね。本当。あのスローカーブ。はい。スローカーブすごかったですよね。だって100キロじゃないの、80何キロでしょ？ 190 キロぐらいか。で、その後146キロ、プスッとかね。そうですね。はい。本当上から、なんか2階から来るみたいな感じで、対戦バッターも言ってましたもんね。はい。言ってましたね、それは。あんなカーブ投げんの、だって今中しかいないもんね。あの後見ないもんね。見ないですあね。と大きなドローンとしたカーブね。はい、いないです、いないです。でもあれ狙われるとホームランなんですよ。一回ローズやったかなんかが、思いっきり狙い打ちして名古屋球場で普通にホームまあ、遅い球なんで狙われると、あれ、ね、打突ちちゃい然ます。抜かれるとね、速球はい。待ってて抜かれると、それは空振りするけど、そうそ最初うそう。からそれだけ山張ってて、ほら来たって。はい。はい。だってあんな正直な話だって、あんなスローカーブだけしか投げないと分かってたら、打てますよ、中学売れ生てますよね。はい。そうですね。はい。146キロの速球があるからのカーブこがれ生きかるんら、だ。はい。そう、だから最後の怪我した後は128ぐらいしか投げないから、128とやっぱ90いくつじゃあんま緩急つかないもんね。まあ、それはそうで抑えすられないね。ですよね、やっぱね。はい。確かに。そうですね。さあ、そろそろね、もう11時半も近づいてきましたんでね、11時半でやめます。あと7分でやめますからね。わかりました。皆さんね、ずっと聞いていただいてありがたいですけど、コメンりトががまだ1個しかない。とうね。ございます。すいません。コメント、せめて上がれないならコメント。上がれるなら上がりましょうよ。ね。いや、もう、あれですよね。こうやって聞いてね、いただいてるだけでもありがたいですけど、はい。もう、なんか、本当、なんていうんですかね、お話しさせていただけたら、すごくありがたいので。まあでもね、まあこの柴川さんは間違いなく野球ファンで、で、トッシーさんも野球は好きだと思うんですけど、後の人たちこの野球の話ば聞いてて面白いかなと思って。だから、モンタそうロでさんすとよか絶ね。対野球知らないし、ね、で、このトワさんっていうのかな、女性でしょ、絶対ね。女性ってその野球、まあまあ、ドラゴンズ女子とかもおるし、織姫とかもおるから、ね、カープ女子もおるしね。まあ野球好きなのかもわかんないけど、まあこんだけ長く残ってくださってってことは、まあ野球の話題でもいいのかなと思いながら、じゃあこの前の出版社のイベントの話をして、ね、卒業文集に、ね、将来の夢はって言って、東さんは、ね、なんて書いたんでしたっけ？卒業文集にプロ野球選手になるってですね。はい。ね。思いましたね。大体多くの野球少年が書くわけですよね、そうやってはい。ね。書きましたね。はい。でも一握りの人しかプロ野球選手になれない。ね、プロ野球選手になったと。はい。なりましたね。夢を叶えました。はい。が、この前もおっしゃってましたけど、ね、プロ野球選手になるのが夢だったから。プロになったらもう夢が叶っちゃったから。ね。そうです、そうです。った先は。はい。それで満足してしまったっていう話ですよね、それ。そう。はい。そうですね。なってしまって、満足してしまって、そこで終わっちゃったみたいな話ですそね。して今年、はい。あの大谷翔平に影響を受けて、はい。何を作ったんでしたっけ？何でしたっけ？今ちょっと手元にないです。マンダラチャート。マンダラチャートですね。マンダラチャート作りましたね。大谷翔平の真似をして、ね、はい。作りはまるしかにた。自分より年下の大谷翔平がやってると。マンダマンラチャーダラチャートやってト。て、はい。そこに何て書いたんですか、マンダラチャート。そこ、何でしたっけ？何でしたっけ？なんかお金持ちがどうのとか、なんか言ってました。ああ、
世界一のお金持ちですね。はい、かけましたね。なんでプロ野球選手の時そんなにやばいね、その全然野心がなかった男が社会人だったらそんな大きな野心を。でね、あれですよね。本当、何でこんな。さすがの僕でも世界一のお金持ちだろうなってことは思ったことないですよ。やっぱそうですよね。いや、本当、でも、ね、プロ野球入るだけで満足してしまった自分がいてですね。はい、やっぱこれじゃいけないなと思って目標何がいいって言ったらやっぱ世界一大金持ちと思って世界一になれるって何かなと思ったら、うん、まあ、僕のこんな頭でも、うん、こんなどうしようもない頭、あ、こんなどうしようもない頭だからですね、うん、あの世界一のお金持ちっていう風になったと思うんですけど、もっと別な世界一だったらよかったかもしれないですよね。世界一のお金持ちに仮になったとして、はい、何をしたいんですか。お金持ちになってそれで終わりですか。そんなことないでしょ。いや、お金持ちになって、あの、なんか僕すごい綺麗事言いますけど、うん、世界中の困ってる人を助けたいと思ったんですよね、その時に。へえ。ただまあこれをあの自分の身内に言うと、うん、あのバカじゃないって言われますけどね。まあ通称ドリームキラー夢泥棒、はい、まあ、それはそうですよね。はい、だって、それは普通に考え、世界中のお金持ちなんて、はい、まあまあ、普通に考えたらなかなか なれないですよね。またなかなかなれないですよね、普通はですね。まあ、世界一って言うんだったら、絶対一人ですから、はい、まあ。ビル・ゲイツか、ウォーレン・バフェットか、ね、はい、そういうやつでしょ。ね、はい。もうそうですよね。そのレベルですからね。もう会社やってないとなれないですよね、普通は。まあでも一応会社はやってるじゃないですか。あ、やってますけど。一応やってますけど。一応やってるから全く資格がないわけでもなくね。いや、全くないわけじゃないですね、これはね。一応会社の社長であるのは間違いない。はい、間違いないです。じゃあもうちょっと、じゃあね、現実的に、じゃあまず令和の虎の社長になりましょう。何の社長ですか？令和の虎の虎になりましょう、まず。あ、令和の虎ですね。はい。令和の虎の虎にもなれない人が世界一のお金持ちになるわけじゃないです。ないですよね。まず令和の虎の虎になりましょう。はい。で、しかもなんと今度、ね、東さん、12日、あさってでしたっけ？はい。なん虎に会うという。あ、そうですよね。モテキさんからご招待いただいて、はい。なんと僕がモテキさんのチャンネルにまた証拠でもなく、またゲスト出演をするということでね、夢を叶えるもう1が出た時も、はい、行きました。行きましたか？あれはモテキさんが一日店長をやるときにね。はい。お邪魔して、で、撮影したんですよ。はい、令和の虎ラウンジってのがあるんですよ、新宿に。ああ、新宿なんですね、はい。西新宿かな、うん、にあって、はい、そこで虎さんが一日店長をやると、なんか安藤さんとかも一日店長やったことがあって、で、その安藤さんが一日店長やるとき、僕行く予定なかったのに、うちじゃ来てくれないんですか、はい、とかスペースで言われたもんだから、はい、ちょっと、なけなしのお金を働いて行きましたよ。その時僕、名古屋だから、うん、名古屋から東京行くのって結構大変だからね。しかも、レオトラウンジ行ったら、まあ、はい、まあ、入場料だけでもまあ5500円ぐらい取られた上にね、はい、シャンパン入れたりとかしたら、また余分なお金かかるじゃないですか。まあ、入れなくてもいいんだけど、別にね。僕は入れなかったけど、入れなかったけども、回転車費は入れましたよ。回転車費は僕と、夢を叶えるもの著者の世論党の焼肉のナビさんと、僕たち2人が同時に1万5000円ぐらいシャンパン入れたんですよ。はい、そしたらその後に誰かがね、10番のシャンパン入れやがって、シャンパン自分でもちょっと高いのね、僕たちが飛んじゃったっていうね。はい、そうなんですね。ちょうど去年の今頃ですよ。はい。ああ、そうですか。まあ、とにかく、まあ、今度、モテキさんとね、会うわけですから。はい、合わせてモテキさんの前で、はい、壮大な夢を語ってくださいよ。モテキさんがどんな反応しますか。バカじゃないって言われないですかね。いや、でも茂木さんは僕 LINE 送った時にそのプロで1年間で47試合投げたっていうね、その、はい、なんていうの、キャリアハイのとこ見てすごいですねとは言ってたから、 ありがたいですね、そう言っていただけると。はい、まあ現役時代の東さんのことを知ってたかどうかは知りませんけど、はい、何年すでないとなかなかね、はい、だって巨人戦で抑えてないんでしょ。巨人戦で抑えてないです。全然抑えてない。それは東京の人には認知もないわよ、みたいな。ないですね。で、だから、すでに松井を抑えてたとかやったらね、だから、はい、逆に金本を抑えてたんだったら、広島ファンとかには、はい、あいつはって、広島、その時広島でしょ、阪神じゃないでしょ、まだ金本。広島ですね、はい。だから、広島、だって広島地区でも、多分広島対中日戦ってね、多分ね、はい、視聴率めっちゃ高いでしょ、広島って地区ではめちゃめちゃ視聴率高いからね。はい、だから、日傘、まだ日傘出てきたよとかっつって、
ね、金本と日笠ってなった時にね、はい、出てきやがったよ、もう絶対金本打たないよ、みたいにね、なってますね。はい。そうですね。はい。あ、言ってたも30分過ぎちゃったんで、ね、最後、柴川さん、モンタロさん、そして、トワさんというか、長い愛、人生の主人公は、人生の主人公はあなた、豊かな人生の土台、イコール自信と安心感と大丈夫を提供します。サロン&スクール、スイートエンジェル、魔法の夢の音、両、傾聴、質問、方向療法、アロマ療育、で、全ての年代の皆様の人生を必ず豊かにします、だって。世界一のお金持ちを目指す東さんとはご縁があるんじゃないですかね。人生を豊かにしますだって。必ず豊かにします。だはい。ぜひ。歌手活動、霊気ティーチャー、他5つヒーラーもしてます。長年の障害児教育、障害児療育か。療育、看護、経験あります。2023年から放課後デイサービス経営中だって。誕生日5月9日。うん。というね、長愛さん、なんエイヤーさん、わかんない。あとは、トッシーさんね、SNS 総フォロワー数、68万人ですよ。すごいですね。はい。この前、ちびまる子ちゃんのハマジが亡くなった時に、ちょっとハマジの本の宣伝もしていただいて、なんかちょっと売れたらしいですよ。あ、島川さんいなくなった。そして最後、全く存じ上げませんが、藤崎圭さん。ちょっと僕今ちょっとフォローできないんで、フォローバックしていただければ別アカでフォローしに行きますけど、藤崎圭さん何者かわかりませんけど、プロフィールも何も書いてないからね。はい。また、まあ、野球ファンでしょうね、きっとね。はい。ありがとうございます。ということで、今日のゲストはね、元中日ドラゴンズ投手、現社長。なんか最後、はい、会社の宣伝しとけばどうですか、最後。ああ、会社の社長ですか。宣伝、なんか、落花生売ってるんでしたっけ。ああ、今ですね、知り合いの山津屋っていうところで、落花生を売ってまして、うん、はい。千葉県の木更津市なんですけど、うん、本当そこにある落花生も美味しいですけど、ピーナッツソフトクリームですね。本当美味しくて、いろいろな方来ていただいてるんですけど、うん、もっともっとお客さんに来ていただきたいので、ぜひ千葉県木更津市にある山津屋をよろしくお願いします。千葉県ってそもそも落花生が名物なんですか？あ、千葉県落花生ですね。八街が結構有名なんですけどね。うん、はい、でも木更津の落花生も美味しいので。あれでも東さんって北海道出身じゃなかったでしたっけ？北海道出身です、僕は。はい。いつから千葉に住んでるんですか？社会人野球の時に、新日鉄の君津の方に来て、そっからですね。それでか。はい。あ、ちょっと最後、ダメ元で、絶対来ないと思いますけど、なんか野田社長がツイートしてたんで、絶対来ないと思うから、一回呼んでみようか。はい。まあ、多分 99% 来ないと思いますけどね。野田社長って方がいて、はい、この人も令和の虎さんだったんですけど、はい、もう引退されて、はい、なんか大分市長選かなんかに将来的に出るみたいな。すごいですね、市長選に。はい。うん。最近本、それこそ幻冬舎から本を出しまして、はい。なんていう本だったかな。これだ。ラストワンマイルの使命と本を出したんですよね。すごいですね。運送屋さんです。軽貨物運送かなんかの、はい、親分で、はい、なんか今日もなんかツイート見てたら、その野田さんのとこで一時働いていた女性が今、はい、お水の世界に行って、で、はい、そのお店のブログで僕の本を紹介してくれたんですよ、とかっつって。ああ、そうなんですね。顔が見たいけどね、こっちはね。なんか爪だけ、ネイルだけ映ってて、はい、ね、そのお水の世界に行くぐらいですからね。はい、まあまあの美貌だとは思うんですけどね。確かにそうですね。はい。でもそんな人がもともと運送屋やってたっていうか、びっくりですよね。運送屋やってたんですか。野田さんとか結構稼げるっぽいんですよね。ああ。軽貨物だから、それこそアマゾンで僕が本買った時に、その本を僕の家に届けてくれるみたいな軽貨物やってて。はい。うん、で、保険屋さんとかも運営してて、だから例えばそのドライバー、個人事業主なんですけれども、はい、その個人事業主を引退とか、まあ、怪我とかしてね、そういうのできなくなった時にも、潰しが効くようにってことで、はい、その保険代理店とかも自前でやってて、実は僕そこで火災保険入ってますから、ね。あ、そうなんですか。そう、本当は医療保険入ろうと思ったんだけど、はい、
まあ医療保険いらないかなと思って、で、悪いからちょっと火災保険入ってるんで、しかもさ、僕、あの、名古屋から千葉に引っ越したじゃないですか。で、はい、その引っ越した時に使った不動産屋さんが、これまた令和の虎、虎さんで、前徳社長っていう虎さんを使って、はい。で、あの、前徳さん的には自分不動産屋やから当然保険の代理店もやってるもんだから、はい。自分とこの保険をね、あの、火災保険に入ってもらえると思ってたんですね。で、僕になんか、つばり持ってきて、でも、ちょっと悪いんですけど、僕、付き合いがあって、ドナさんのところで火災保険入ってるから、ドナさんのところで入っていいですかって言ったら、うわ、いいですよとか言いながら顔引きつってましたけどね。そうなんですね。まさかの、火災保険、俺から入んないのみたいな。いやいや、これ、ちょっと一応お付き合いがあるんで、僕は人間関係大事にするんで。いやー、本当に水さんの話は面白いですね。ありがとうございます。話で飯を食おうと思ってますから。実はこのお笑い芸人の R1 チャンピオンの中山浩二さんともつながっていて、はい、で中山浩二さんを絶対に笑ってはいけないあのマネーの虎に推薦したのは僕なんですよ。で、あと、この前のイベントはちょっと来てこれ、はい、あよ実は呼ぼってないけど、その前のイベントの時は来てくれたんですけど、元ダブルコロンのネズッチじゃない方の木曽三中さん、これ大のドラゴンズファンなんですけど、はい、今度またイベントやるときは、二人とも呼びます ね。あ、もう大のドラゴンズファンなんですよ。あ、そうなんですね。僕のこと多分知らないと思いますけど。え、僕のこと知らないと思います。知ってるんですよ。知らなかったら僕ですよ。大の字の大谷さんはにわかドラゴンズファンだから、はい、あの結構名古屋で仕事が多くなってきたんでドラゴンズファンになったってにわかだから、はい、多分東さんの現役時代は知らないと思いますけど、はい、木曽三中さんはだってあの落合監督の時の2004年とかの優勝の時東京ドームで見てますからね。ああ、そうですか。で、僕より年上だから50何歳だから、はい、間違いなく99年の優勝とかはなんなら神宮で見てたかもしれないし。あ、そうですね。あの、僕出てないですけどね。うん、はい。だからな、僕、木曽さんと知り合ったきっかけが、その木曽さんが、それこそロフトプラスワンで、イベントやった時に、はい、あの、ザブングルの加藤さんと木曽さんと、あと、なんか、はい、あれ今来てたマシンガンズのなんたらさん、なんか今掃除芸人でめっちゃ有名な人。なんか、はい、本業で全く飯食えないから、その、はい、ゴミ収集車のバイトみたいなことやってて、それで本書いたら、それが本が10万部ぐらい売れたっていうね。すごいですね。マシンガンの滝沢さんだっけな。ああ、はい。だとにかく、木曽さんってめちゃめちゃ、人脈広いんですよ。あ、そうなんですね。だから、木曽さんとつながるといいと思います。あ、なんか、誰か一人来たね。はい、もう。終わりますけどね。誰だろう。さくらあんじゅさん。誰だろう、さくらあんじゅさん。あ、元銀座のホステスだって。あ、すごいですね。あ、多分、モンタロさん系の人なんじゃないですかね。あ、多分ですけど、はい、元銀座7年ナンバーワンホステスはすごいですね。すごいですね。きっと美人ですよね、ナンバーワンホステスね。はい、もう、あ、そうだ、モンタロさんのスペースにたまに来ていらっしゃる方で。ああ、そうなんですね。うん、で、ね、僕、銀座といえばね、あれですよ、もうちょっと悪いってなかなか終わらないんだけど、筆談ホステスと僕は会話したことある、2代目だけどね、筆談ホステス。筆談ホステスなんですか。耳が聞こえないからってことで、筆談。筆談ですね、はい。筆ね、そう。はい、結構テレビで出たり、金スマとかに出たりとかしてて、その、はい、初代の子は、なんかどっかの区議会議員かなんかなってましたよ。そうなんですか。僕は2代目の人と、の店でお会いしたことがあるんですけど、はい。うん、なんかね、その、筆談ホステスを雇っているオーナーさんが、はい。叩かれてた時に僕が擁護したらしくて、あんま僕は覚えてないんですけど、はい、牛さん、本当に僕が炎上した時になんか肯定的なコメントしてくれて、非常に心強かったですとかっつって。それで、だから、あと無印本命の1に出てたユースケ君って子がいるんですけど、はい、そのユースケ君とそのオーナーの妹さんが仲が良かったらしくて、牛さんの本読ませていただきましたよとかっつって。はい、で、その銀座に僕も行ったんだけど、はい、いや、その銀座なんか座るだけで何万とか言うじゃないですか。はい、僕、そんなお金出せませんよ、とかって。いや、特別に、なんかそのキャンペーンがあるとき来てもらったらいいですから、とかって言って、1万円ぐらいで行ける日に行って、
はい、そんなことばっかりやってるからその店潰れたんですけどね。だから今そのオーナーが、まあだからね、借金まみれに逃げ回ってるかどうか知りませんけど、特に、はい、特に連絡は取ってないんですけどね。ああ、なるほどですね。銀座でそんなキャンペーンでそんな1万で人入れちゃダメでしょ。まあ、もう行く僕としてはね、銀座の雰囲気を味わえるから良かったんですけどね。はいはい、そうです。令和のドラマに出てる七重ママの店なんかいたら偉いことなんです。もう、座るだけでもう本当に5万ぐらい取れます。ちょっと飲んだらもう、お会計20万とか平気でいきます。そういうところで林社長とかも100万とか平気で落としますからね。ああ、すごいですね。はい。いやね、東さんも、ね、世界一の大富豪を目指すというね、夢を抱いたわけですからね。プロ野球選手になると夢は叶ったわけですからね。今度は第二の人生でね、はい、大富豪になって、はい我々に還元していただければと。本当に本当に思ってます、宇津木さん。何がですか？代表になれるって僕が。いや、なれるとは思ってるかどうかは別に、ね、なってくださいって言って。そうですね。はい。ありがとうございます。で なれるようで、昨日もだってミラタッチのね、話を僕ら聞いたわけじゃないですか。はい。ミラタッチ、ね。そうですね。なれる。はい。なれると思えばなれる。だからポテンシャルだったから、プロ野球選手になったっていうのは、この中の誰よりもすごいわけですから。いやいや、そんなことないですよ。いや、もうその辺の、本当に東京の新宿で、パーッとね、はい、ね、はい、この中でプロ野球選手になったことがある人いますかとかって、手を挙げてくださいって、誰もいないから心配しなくても。いないね。はい、なったんだから、それはすごいことですよ。ね、ありがとうございます。あとはもう第二の人生で、もうしかも一応社長なわけですからね。一応ですから、まずは世界の大富豪の前で、まず令和の虎の虎になる。なんかね、今はね、年商でね、何十億とかいけば虎になれるんですか。ああ、何十億で虎になれるんですね。うん、だから本当に蓄電池がなんか売りまくったらなるんじゃないですか。蓄電池売れますか、はい。蓄電池売りまくったらなるんじゃないですか。いや、うん、ちょっと頑張りますよ、蓄電池売るの。はい。はい、まあ、とりあえずね、今度、茂木さんとつなげますから。ありがとうございます。はい。楽しみにしてます。ありがとうございます。茂木さんのチャンネルなんか喋ることも考えてくださいよ。そうですね。口下手なんで、あんまり喋れないと思うんですけど、何喋ったらいいですか？いやー、その立浪さんとのエピソードとかでもいいんじゃないですか。可愛がって、あ、星野選手さんのエピソードとかいいんじゃないですか。あ、そうですね。はい、なんか ネタを仕込んどいて。はい。なんかネタ仕込んどきます。はい。あ、それか、なんか、カード引いてもらって、なんかその立浪さんの話とか星野さんの話みたいなので、茂木さんに引いてもらって、どれ聞きたいですかみたいな、今日は5つぐらい用意してきたんですけどとかって、まあ多分時間の都合上1個か2個しか無理だと思うんですけどって。そうですね、ちょっとそれいただきます。はい、うん、ね、はい、じゃあそんな感じで、はい、これで終わりたいと思いますので、ちょっとね、最後ちょっともさくらさんね、一応これ録画残しておきますんで、結構盛り上がりましたから、また一から聞いていただいて、2倍速で聞けますからね。はい。はい、ありがとうございました。明日朝4時15分から、モンタのスペース。これは40人ぐらい来ますから、こんな仮想スペースは違って。東さん、ちょっと早起きして、はい、来てください。モンタのスペース。モンタの横の熊さんね、熊さんがモンタロさんね。はい。わかりました。朝4時15分から。はい、趣味楽しみしてます。はい、トシさんも最後までありがとうございました。じゃあこれで終わります。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。失礼します。